Hello everyone! Magandang araw po sa inyo lahat. みなさん、こんにちは。本日は、コストコに行きたいと思います。で、我が家のようにビッグファミリー、子供4人いる暮らしで、いくら、食費などかかるかどうかっていうのをお見せしたいなと思って、皆さんの参考になっていただけたらと思います。はい、それでは出発していきまーす。バッ、はい、行きましょう。はい、着きました。今から買い物すると、マイナス38,000円、めっちゃ安い。テレビ、ヨーロッパ行く、チケットも販売してくれればいいので。はい、着きましたよ、コストコに。今品定めしてます。これ欲しい、でかい、これならいいね。我が家の冷蔵庫がサラサラ大会の色気なんで、プラズマクラスター、これいいね。他何があるかな。今から買い物します。おすすめの商品とかも、ご紹介できればなと思ってます。平日に来るとコストコはガラガラなので、おすすめです。本もあるよ、かわいい。マイクワゾ式ボーイズブリーフ297円。え、安い。どうこれ、安い。これマイクワゾ式パンツ297円、6枚セット、めっちゃ安い。あ、なんだあれ、でかいだぞ。あ、これはクリーニングタオルだ。あ、そうなんだ。どうだ、どうだ。スターボーズだよ、ほら。スターボーズ。リーフタオルだって。でかい。でかいには持ってる人にはいいね、これ。ねえ、ネスプレッソ欲しい。新しい、あ、これ AC のやつじゃん。AC。ボドム。あ、でもこのセットなら安いんじゃない？6個セットで2,800円。ボドムかわいい。こんな感じかな。でかい倉庫だね。でかいわね。はい、おむつを買いましょう。 S？ おむつ、おむつ、今なら3,188円。おむつ、電子ピアノ、あ、見て、エリックカール、ハラペコオムシ、ハラペコオムシ、大きいね、安い、2,200円だって。なんで？おもちゃコーナーもサイズがアメリカンサイズだからね。ヨッシーもいるよ、かわいい。あ、レゴフレンズだ。レド、あ、これあれじゃん。あ、忍者グマある。ミミミ。1,998円だって。飛行機もある。飛行機もある。レゴクラシック。こちら。2,698円、安い。これね、484個入ってます。はい、だね。ありがとうございます。53,800円でございます。ちょっと欲しいね。ねえ、ね、かわいい。ちょっと欲しい。フィスラーだっていいね。モンステラだって、え、可愛くない？さあ、
まずこれね、おすすめの赤ワイン、こちらバロンマキシム。これすごい飲みやすいので安いしね。これいつも買ってます。これ2本、たまにね4本買うと3本、1本ただっていうのがあります。ね、お酒の種類がいっぱいありますよ。あ、何白いのができてる。お、マロンシャルドネ、白のもある。へえ、買ってみよう。白ワインもあります。よし、これイタリアのコストコオリジナルブランドのシャンパンでございます。これめっちゃ飲みやすいです。お手頃だしおすすめですよ。768円が2つ。いつもこれ買ってます。お酒はこんなもんかな。はい、次行きましょう。これもおすすめなんだけどね、飲みやすいんだけど重いなんで今日はパス。いいじゃん、マルガリータです。バターミルクのパンケーキミックス、これね、何キロだったっけ。4.5キロで780円。いつもこれ買ってるんだけどまだねあるんで今日はパスします。これ甘い、便利なんで、ぜひコストコ来た時は買ってみてください。味噌汁 1.8 キロで598円。これね、麹味噌、小麹が入ってるお味噌です。しかも無添加、いい感じ、おすすめですよ。重いよ、大丈夫。オリーブオイルね、ちょいちょいね、なんか新しいものがあるんで、これ気になる。2本で1548円、安いんじゃない。イタリアかな。あれもおすすめ、めっちゃ大きい、860gあります。これすごい美味しいですよ。美味しさが伝わらないかな。コーヒーね、どれにしようかな。はい、スタバもある。大人用のふりかけ、大人のふりかけ、これ928円。我が家には欠かせないやつなんですけど、まだあるんで今日は買わない、買わないよ僕。おい前から気になるこのあんバターだけどね、量が、555g、 ちょっと多いですけど、買ってみようね。868円、まあ、安いんじゃない。やってみようよ、こんなの。そこやで、水だ水。ケロックスフレークス、これね、モーニングサミット。はい、こんな感じ。はい、あ、これいる、いつも買ってるやつ。それ見せて、トニーありがとう。どれがいい。これね、スイスの、甘いんだけどな。僕はそっちイタリアンバラエティーサファレル、これ結構買ってこう。おすすめ、ありがとう。ゴディバチャコエ1998円。何これ。どれこれ。あ、フランスだよ。どっちがいい。これ、こちらのデンマークも、デンマークも買ってみようと思う。はい、そしてリンツ、これね1790円、安い。そしてこれソイね、12パック、これも買ってきます。パニーニエルギーワッフォー、大好きなワッフォー、丸いパン、これで458円、安い。
で今日いつも買ってるパンです。それ2斤分で698円、今安くなってます。うん、新商品、うん、はいはい、クロワッサン、クロワッサン、いいね。美味しいです。バター、何キロ、1キロもないか。454グラム、454グラム、678円です。ニュージーランド産、美味しいですよ。お肉、うん、この量めっちゃでかい。値段はこんな感じ。カナディアンポーク、もも肉、小分けパックになってるからすごい便利です。これを2つ取りたいと思います。ビーフ、これすごい美味しいんで買ってきます。こんな感じでずらりとお肉が並んでます。楽しいよね、中でこうやって作られてるんだよ、すごいよね。コストコに来たらぜひこれを買ってください。ローストチキン、これね、699円です。チーズ、こんなにいっぱいあるんですよ。はい、フルーツもあります。野菜、いいね。お魚、いつも買ってるのはこちら、鮭、こんな感じの大きい鮭です。シシャモが気になってるらしい。寿司、中で握ってるんだよ、安い。買ってきます。こんなに大きいんだよ。いつものやつ、これ。ありがとう。ぜひこれもおすすめです。便利。ね。398円。これすごい便利。マンゴちゃん。ハーゲンダッツのアイスが568円で売ってます。コストコ安いよ。ギリシャヨーグルト、これめっちゃいいよ、めっちゃ美味しい。880円です。はい、この辺もおすすめですが、今回はパスしますってことで、いつもじゃーん、こうなります。我が家のカート、こうなります、毎回。はい、今からも会計してきます。お菓子コーナー、はい、レジはこんな感じです。あそこで会員証をかざして、はい、出ます。レジ待ち、はい、いかがだったでしょうか。コストコでございます。で、今回お買い物した合計の金額なんですけど、じゃんじゃーん、こちら見えるかな、 61,359 円です。これがだいたい1ヶ月分ぐらいの食料になっております。はい、6人家族、子供4人、の食費は毎月だいたいこんな感じです。今日はでもちょっと多めの方かな。はい、おやつとかね、美味しそうなのがやっぱあったんで、ついつい買ってしまいましたけれども、はい、まあでも大体このぐらいの金額で毎月、コストコの方で買い物してます。はい。そして、今日買い物したものに関しては、後日、料理して、アレンジをしてみて、ご紹介できたらなと思っております。で、コストコに入るには、会員にならないと入れないんですけれども、あとお買い物もできないんですが、3種類あります。ゴールド会員って一般の会員さんと、
ビジネスメンバーと、エキセキュティブ会員っていうのがあります。でゴールド会員だと大体5000円ぐらいかな。でビジネスだと3500円ぐらいか600円ぐらいか、はい。であとエキセキュティブだと1万円ぐらいなんですけれども、それぞれの会員のポイント付与されているシステムになっているので、私が持てるのはエグゼキティブ会員の方なんですが、これですと、だいたい1年間このぐらいの買い物をすると、まあ元が取れるっていうか、まあ、ただになる感じかな。なのでエグゼキティブ会員になった方がいいかなと思います。はい。まあ、でもそんなに買い物しない人にはまあゴールド会員の方がいいのかな。ゴールド？はい、はい、普通に一般会員の方がいいのかなと思いますが、まあ、我が家のようなリクファミリーには、エクセキティブ会員になってコストコで買い物した方がいいのかなと私は思います。なのでぜひコストコを、おすすめしますので利用してみてはいかがでしょうか。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。